To be or not to be。 どうも、ババキリハダでございます。今回紹介する PS4 ソフトは、死ぬことがメインになるであろうゲーム4000。失敗を恐れてはいけない。次の成功に生かせ。それでは行きましょう。Let's show time。良い子のみんな、エクステンドテレビの時間だよ。クローンな主人公たちを操作して生き延びるサバイバル RPG、残機ゼロ。このゲームは死に方がとても大事で、どうやって死んだかで得られる体制や能力が変わってくる。例えば毒にかかった状態で死んだ場合、次回からは毒に強くなり、特定の攻撃で死んだ場合はその攻撃に対して強くなる。また13日の間に少年から老人に体が変化するこのゲームは、死んだ世代によっても得られる能力が変わってくる。死んだ世代最終的に死ぬことを全く恐れなくなるどころか、新しい死を探し始めるゲーム残機ゼロ。命っちゅうのはこんなに軽いもんだったかの。死んでも死にきれない呪われた復讐者が主人公のオープンワールド、シャドウオブシリーズ。このゲームは主人公が殺されると、ウルクと言われるモンスターたちに影響を与える。ナイナイマガット、 I'm off to get promoted。ウルクらには階級が存在し、ひ弱な雑魚であっても主人公を殺してしまえばすぐさま小隊長の位につくことができるのだ。一見この階級制度はプレイヤーにはあまり関係のないものと感じるが、実はこの階級制度を利用してプレイヤーはウルクどもを裏で操作することができるのだ。あえて雑魚に殺され、そしてその雑魚を洗脳しトップまで登らせる。あとはその出来上がった組織を煮るにしろ焼くにしろお好きにどうぞというわけだ。また小隊長になったウルクは少なからずパワーを持っている。小隊長にしてすぐさま命を奪いに行くのも一つの有用な手段だ。モルドールの続編シャドウ・オブ・ウォーでは洗脳や勢力の要素がパワーアップするので、死ぬことに対しての面白みはなくなるが、それ以外での楽しみがあるのは間違いない。死の報復を死んだ者がする作品、シャドウオブシリーズ。復讐の輪廻から抜け出せない。戦国時代を舞台にした死にゲー、仁王。ソウルシリーズのパクリとして有名だが、このゲームにはこのゲームの良さ、そしてこのゲームだけの死がある。仁王はスタミナに重きを置いてバトルが繰り広げられる。スタミナがなくなると一時的に動けなくなり、その隙を狙われ殺されることが多い。また敵対する相手が人間ではない場合、スタミナ回復を妨げる罠を仕掛けてくる。この罠はボス戦で特に多く発生し、プレイヤーを本気で殺しにかかってくる。ちなみに装備重量もスタミナには関係がある。低層であればあるほどスタミナ回復は早い。しかし
体が軽くなる分防御力は低くなるので装備は慎重に選んだ方がいいだろう。ニオーにはダークソウルのように他プレイヤーの死に様を確認する機能はないが、他プレイヤーが死んだ場所に立っている使いを調べるとその死者と戦うことができる。もちろん相手を倒すと相手の装備を獲得できるといったメリットも用意されている。戦闘に奥深さを持たせた死にゲーニオー、探索よりも戦闘が好きな人はぜひ。王道にして元祖な死にゲーダークソウル、死ねば死ぬほど達成感を味わえる至極の作品。至る所に存在する罠、強敵、そして初見殺し、デモンズソウルから続くこれらの要素は何度もプレイヤーの心を折ってきた。そしてゲーム史上最高に難しいと言われるチュートリアルはプレイヤーを絶望へと誘う。手助けとなるのは他プレイヤーが残したメッセージと死に様、どうやって死んだのか、この先何があるのか、それを教えてくれる機能。しかし意地悪なプレイヤーは嘘を残す。自分が一番信じれるということをお忘れなく。死ぬことにデメリットしかないゲームだが、攻略した時に感じる達成感は唯一無二の喜び。死にゲーをしたことないのであれば、まずはこのゲームから始めてみよう。さて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 、ここまで見てくれた皆さん、まだ生きてるよね。死にゲーってのは単に死ぬだけで終わらないのがいいよね。ゲームオーバーの先がある的な。むしろ失敗は成功のもとを体現してるのかもしれないね。ちゅうわけで今回はここまで。皆さんが今日した失敗が明日の成功になりますように。それでは俺の屍を越えていけ。サラダバ。